はい、アナのコールミーメイビー見ました。ちょっとどころか随分ジャケットがブカブカなのが残念だけど、すごく良かったです。やっぱり素敵。いやちょっと僕これまだ見てないんですよね。今から見ていきたいと思いますけども、ちょっとズボンがブカブカだったっていうところが、ジャケットがブカブカだったっていうのがねあるらしいんで、羽生くん専用のあれかな、ジャケットが必要ということかな、はい、ヨウさんどうもです。カブくん、私は密かにチケット争奪戦に第二の手を打とうと、なるほど、取らしたらダメじゃん、なるほどですね。狙うは前列一本取りをします。もう一般があればね、カブくんに呼ばれてしまったかな。いやーなんかねそんな感じがしたんですよっていうのは嘘で、今知りましたね。馬子お姉様少し元気になったから楽しいおバカな話も聞けて最高ですね。また私は走ることになりますが、やっぱり私には元気の元だから嬉しい。したら、今夜はバレーボールを見てよっしゃーと楽しみます。カブくん毎日ありがとう。また明日。セバネーどうもです。でもなんかね、藤原さんの娘さんの上映映画気になりますね。でもやっぱりりょうさんチケットあれですね、密かにゲットしようと、でもそれをなるほどですね、やっぱりね取ろうと思っているんじゃなくて、当たったらどうしようっていうねモチベーションで、ゼロかプラスかっていう感じでねやってほしいですね。落ちたらマイナス、受かったら超プラ、あプラス、あプラスじゃなくて落ちたらゼロ、受かったらプラスって考えると、なんか受かんなくてもやっぱりしょうがないねってなるんだけど、受かったらうえマジでうえよかったっていう感じになると思うんで、そういったモチベーションの持ち方も必要なのかなってちょっと思うんですよね。はい、ゆなさんどうもです。カブくんこんばんは。玉あり過半数が落選とは、玉ありで落選者はいるのに玉ありよりもキャパ数が少ない佐賀や横浜どうなるの、もっと激戦区になりそうです。私も日程が合えばチケット取りに賛成します。そっか、玉ありって会場が大きいですよね。そっかそっか、それで過半数っていうと3分の2は落選っていうことなんで、佐賀公園でどれくらい入るのかな、お客さんはね、ということなんで、でも挑戦をしてほしいなと思います。多分佐賀公園だったとしても、日本中からこうチケットを羽生くんを見に行きたいっていう方がいっぱいいると思うんで、飛行機乗ったりとかで乗り継いだりとか、でも結構本州とかはね北海道から来る人お金がかかっちゃうと思うんで、そういったところとかも含めてちょっと考えないといけないと思うんですけどね。何せ初めての九州なんで、いやこの九州公演ってのが気になるし、ぜひ、佐賀とか横浜の皆さんは横浜ですかね、佐賀ですかね、どっちもチャレンジですかね。はい、さらかえさんもよろしくお願いします。人間のアートを破壊した、そう、事件はどうやら人間の仕業のようですね。犯行目的は単なる米泥棒なのか、それとも誹謗中傷などが目的なのか分かんないですが、大切な作物に対してこのように傷つける行為そのものが許されないことです。防犯カメラの設置も検討した方がいいのではないかと思います。でもなんか情けないですね、なんかね、確かに防犯カメラもね設置しなきゃいけないかなって思うんですけど、ちょっと情けないなって思っちゃいましたね今回。でも なんで、あれかな、入籍の件とかで嫉妬なのか、それとも単なるいたずらなのか、ガキンチョの、ちょっと分かんないですね。田んぼアートって分かんなくてやったのか、分かんなくても関係なくやっちゃいけませんけどね、分かっててやってたりとか、なんか裏切りの犯行とかだったらちょっと怖いですよね。これ警察は調べてるんですかねこれって。なんかちょっと情けないなってちょっと思いますけど、なんか単なるいたずらだったら、まだマシというか、なんかマシというかいけないんですけど、でも恨みとかだったらちょっと怖いですね、なんか。はい、最後ですね、ゆうねやさんから、これは羽生くんのお話じゃないんですが、ジャニーズの件ですね。加山さん、2日は、ニュースとワイドショーはジャニーズ一色になりそうですねと。特に誰のファンでもないから気になるとしたら、会社名がどうなるかですね。多分変えてくる気がしますね。加山さんどう思いますか。何の名前になるんですかね、会社名ね。
まあ僕はジャニーズはあのタッキーがすごい好きだったりとか、あのでもタッキー好きですね。あと東京の永瀬さんすごい好きです。てか今でも好きですね。うん、あとはまあでもなんか結構好きですよ。あの、うん、昔あの嵐とかがあのなんだっけな、 UFO だったかな、 UFO っていうなんか心霊番組的なものをやってて、あの心霊写真の紹介とかやってて面白いですよね。うん、そう、まあ、結構でもあのなんかもったいないですね。なんか嵐とかのね、紅白とか良かったと思うし、うん、まあ、ああいうなんか、まあ、売春っていうか、まあ、そういうのってなんだろう、いろんな裏事情があるのかなって思うんですけどね。うん、まあなんか個人的にはちょっと分かんないかなっていう感じはしますけどね。はい、まあ、僕もですね、すごいファンとかものすごいファンとかっていうわけじゃないので、まああれなんですけど、まあ永瀬さんとかあのタッキーとかはかっこよすぎるなって思いますね。はい、うん、はい、ではありがとうございました。